なあお前、以前に古代魔道具の探索と回収をしてると言ってたが、具体的にはどんなものを集めてるんだ？興味あるの？もしかしたら俺の故郷に関する手がかりがあるかもと思って。残念だけど教えることはできないわ。一族だけの秘密だから。いずれオーク顔に向けて使う日が来るかもしれないしね。そうか。まあどうしてもというなら見せてあげないこともないけど。本当か？いや助かる。こう見えても道具にはこだわる方なんだ。やっぱバーニングレンジャーはマルコンじゃないとダメだし。マルコン。次回第9話、氷の精霊がクーラー魔法の対価を要求してるんだよ。できればオーク顔とは戦いたくないけど。